ヘレフォードズヘレフォード大聖堂ヘレフォードズは1300年頃に作成された中世ヨーロッパの思想を反映したマッパムンディを代表する世界地図。イギリスのヘレフォードにあるヘレフォード大聖堂を所蔵。現存するマッパムンディの中では最大のものである。この地図はホルディンガム・トラフォードのリチャードという人物の作とされ、彼は別名リチャード・レベッロまたは プレボンド・オブラファード・インリン・カーン・カテドラルとも呼ばれている。この地図は縦158センチメートル横133センチメートルのベラムに黒と補助的に赤や金色やインクを用いて描かれ、海洋部は青と緑、例外的に、後悔だけは赤く塗られている。奇妙なことにヨーロッパとアフリカの表示がひっくり返っており、本来ヨーロッパである場所は赤と金の文字で、 アフリカと書かれ、逆も、また同様となっている。元は三連祭壇画の中央部分であり、1780年頃の記録では、左のパネルには大天使、ガブリエル、右のパネルには受体告知があったとされるが現存しない。パネルの多く材の伐採時期の推定、ベラムに使われた小牛側の加工時期の推定、文言の書体分析の推定では、1290年代、 前後であることが共通しており、地図制作年代は1300年頃と推定される。ヘレフォード図は後期マッパムンディであるグレートマップに分類され、東方向が上にあり、エルサレムを中心に据えたトゥーズの基本形式を踏襲している。そのため、必ずしも作成当時の地理知識を反映しておらず、例えば、モンゴル帝国のモンケハーンと謁見した。 ウィリアムルブルックによる1255年の報告に反してカスピ海が概要とつながって描かれている。1296年に制作されたヘレフォード図よりも古いラシ議会図ではこの点は正確に記されている。古代ギリシャやローマの概念にあった地球球大説は中世ヨーロッパにおいても健在であり、ヘレフォード図を含むトゥーズの存在が必ずしも 当時のヨーロッパ人が地球は平面と認識していた証拠にはならない。このヘレフォード図はかつてはヘレフォード大聖堂の祭壇の後ろに掲げられていたという点からステンドグラスと同じくキリスト教を視覚的に伝えるための教材でありまた一種の百科事典でもあったと考えられる。上記の目的をはみ内して地図内には大きく分けて三つの要素が記入されている。 一つ目は、地図本来の目的である地理であり、当時のヨーロッパが知り得た都市192箇所や有力な河川、トゥーズ形式に囚われてはいるが、地中海とその周辺にあたる海洋部が描かれている。二つ目は、聖書神話にある物語が図案化し記入されている。これは、消失したエプストルフの世界図にも見られる。三つ目は、 化け物世界史とも呼ばれる中世ヨーロッパ空想がもたらした様々な怪物、怪人たちであり、特に遠方に多く書き込まれている。これら各要素には解説文が付けられているものが多い。本校は特に客中がない場合は、英語版及び、聖書 VS、世界史を出典としている。チリ要素グレートブリテン等の拡大図、聖書神話要素。 化け物世界観要素、メディバルマップス、ザ・ヘリフォード・マッパムンジ、リチャード・デ・ベッロ、C1290。ターキーンマップス、2008年1月11日、閲覧。スライド226、ザ・ヘレフォード・マッパムンジ。bibliotecapleades.net。2008年1月11日、閲覧。 ABCDE 森田隆著。神の目取りの目ありの目毎日新聞社刊、1999年 IS。ISBN4 から 620313238.ABCDE 岡崎小生著。聖書 VS。世界史講談社現代新書。1996年 IS。ISBN4 から06から14万9321から3。3王子利明著。地図は語る。 世界地図の誕生日本経済新聞出版社間、2007年 ISBN978 から4から532165833和英海洋辞典 R 中内清文2008年1月11日閲覧増田義郎著新世界のユートピア研究者1971年金銀島第一部世界の東の果ての島 長谷川良一。2008年1月11日閲覧。観光学 .com 第4回。大阪観光大学。2008年1月11日閲覧。エゼキエル書38章。ヨハネの目白く20章。ABCDE 堀。順一章。地図のワンダーランド小学館館。1994年。 ISBN4 から09から387,110から8。ありがとうございます。